じゃあいつも、はい、じゃあいつものね、いつもの番、いるじゃん、ゆっくらせ、はい、今日は冬ですが、ちょっと今日は特別に晴れてるんで、なんか一応ね、学習実習に使うさ、魚を、なんかこんないろんな魚いるよっていうのをね、まあ、取れる場所をちょっと探しておきたいわけだけど、毎回毎回そのね、とてつもなく遠いところに出向くの嫌だから、なんでちょっと近場でねえかというので。はい。ビリン。はい、やってるわ。はい。まねえな。一応これね、あの臨海の研究所のこれ前にここね、門のところがあってさ、ここです、ここね、ここにさ、ここにほら、なんか水たまりじゃなくて、まあこれ水たまりじゃないよ、ちゃんと用水路があるんですよ、用水路が。この用水路の中をさ、ちょっとなんか仕掛けてさ、見てみようかなと思う。もう一回ちょっと綺麗にいけるかな。はい、まあ、上空85m、はい、臨海実験場でございます。臨海実験場に周り池があるんだけど、その臨海実験場のこの前にもね、この謎じゃないんだけど、まあ、謎の用水路がありますんで、ここね、あのなんかいるんじゃないかなということで、今日はね調べてみようかと思います。はい、はい、以上。よし、さあ戻ってこい、戻ってこい。これ結構ね、あのこれ自分がいるところで、これもう自在にもうさ、なんとなくどこがどうって分かるようになったけどさ、いまだにね、これいきなり落ちて太陽パネルのやつバーン壊したら怒られるんだけどな、ビビるよね。はい、おいこい、はい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 、はい、OK、 OK、 はい、 OK、 OK ね、 OK ね、はい、ラボ戻るから、はい、ラボに戻るから、はい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 、はい、まあこれね、これ一応棒を持ってって、これで仕掛けられんのかな、これ一応行くだけ行ってみよう。 あこれもうちょっとスタイリッシュの棒があった方が良かったんだろうけど、よし、一応これ仕掛けて、これでいけんのか、本当にあそこに何かいるのかっていうのも、なんか事前に実はなんかいろいろ知ってんだよ。し、わ、今日は太陽ガンガン出てるよ。はい、トラップ回収用の棒、よし行くぜ。うん、ちょうどこれね、日中に入るかっていう問題もあるし、これ餌は大丈夫なのかとかね、水は少ないから、まあいけるというか、まあその回収絶対不能にはならないと思うけど、なんかあんまりね、あの水質そんなに良くないんで、はい、我らが臨海、はい、我らが臨海研究所、はい、モニュメンタルなヤシの木と中央研究員、臨海実験場、主演のおじちゃんもそこにいる。で、問題はここね、この
ここに、お、なんかいるんだよ。いるよ。いるよ、いるよ。いるのさ、ここ、なんかいるよ。なんかね、ちっちゃいのがいるんだよね、これ。なんだろう、あれ。なんだかわからないから、ピンピンしてるから、これぜひ近くで見てみたい。これは、彼らは使える奴らなのか。その、テラピアとかだったらさ、ね、いや、で、彼らは果たして、彼らは果たして使える奴らなのだろうか。ちょっと、撮って見てみたいと思います。はい。実戦投入。いけ。いけって、いけるのか、これ。チャッチャララー、チャラチャッチャ。回収不能とかねえよ。よし、いけ。これなんか、言ってるか。これ、なんか、回収、なんか、煙立ってんぞ。これさ、絶対沈まないから。流されてったらやだな。流されてったらやだから、この辺りに設置する場所は、ちょうどここになんかあるか。これに設置する。よいしょ、OK。流されてったらやだから、ここら辺にはもうすぐ、ベル、お、OK、OK。下まで行ったか。下まで行ったな。OK、下まで着いた。うん。下まで着いた。この辺で虫を見たいな。ちょっと待ってよ。お、空気抜けないね。どうだ。お、これ落ちるぞ。落ちるぞ。これ落としたら面倒だぞ。わ、空気が抜けない。うん。いや、これでもさ、回収可能だよな。あ、オッケー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 。こっちから当たるんだ。よくわかんないから。じゃあ。一応こっち側から取っとくか。こっち側から何をやってたか。再現っていうわけだ。再現ってわけじゃないけど。よし。うん、果たしてこれでいけるんだろう。よし、仕掛けたよ。仕掛けた。おお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 。はい、インド勢買い出し。インド勢二人乗り買い出し。はい。一応そこ仕掛けたからな。あの角度でいいかわかんないけど。とりあえずこれで待つことにしよう。待とう。よし。なんか入ってくれるかもしれないし、ご飯食べに行こう。はい、ちなみに。本日は高層園の蜂蜜鶏弁当、はい、鶏弁当食べてね、あれは引き上げに行くとするわね、はい。一応まあこういうの、こういうのね、準備したから、一応もう2、3時間経ってるからさ、あのなんか入ってると思うので、ちょっとまあ見に行ってきましょうかという話、はい、はい。ちなみにめちゃくちゃ暖かい。今日は突然暖かくなった。暖かいだろう。これで1月の気温がこれだ。1月の気温がこれね。はい。すごいいい感じよ。はい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 。今日はいい天気。おお、めっちゃいい天気。はい。さーて、ピチピチ跳ねてるけどさ、これな、
よし、じゃあここ行くぞ。よし、こっちから取っといて。よっしゃ。オッケー。これは。さっき入っているのか、君たちは。何か入っているのか。入るのか、本当に何かな。あかん、あかんだ、なんかね、なんか枝に水は汚れて、水汚れ気味に、あかん、何もこれ海はいるけどな、そんなかっこいいもんはおらん。残念です。さ、なんかお、なんかいるかなとか思ったら、そんなね、いいもの入ってないね。これ貝の類だよ。巻貝の類。いや、なんだ。あ、いるやん、いるな。お、いるいるいる。なんかね、はい、おお、なんか、一応ね、いるにはいるっていうか、そう、俺はこういうやつをキャッチするために、これを設計したんだというものが取れましたので、はい、ジャバー。めっちゃちっちゃいハゼ。一匹だけかよ、おい。これをもう、持って帰ろうとは思わないね。しかもこれ絶対さ、匂いに誘われてではなくて、なんか匂いに誘われてとかじゃなくてさ、これひたすら迷い込んでたまたま入った感があるよね、これ。これ持って帰んのか。もっとバッサリ取れねえのかよな、これ。何が。しかもこれだったら、はい、まあ今日はこんなもんだ。いやね、まあね、ひょっとしたらよ、場所が悪かっただけっちゅう話もあるかもしれないから、一応このこっちのさ、我らが忍耐から灰がジャ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 っと漏れてるゾーンがあって、漏れてるわけじゃなくて、よく処理してある水が溶けてるところがあってさ、まあ、ここもね、なんかね、有数の釣りスポットになってる。多分来た人はさ、大自然の恵みを感じながら釣りしていこうとしてるんだろうね。おじちゃん発見。エビに餌あげてるおじちゃん発見。おいちゃん発見。おおおお、ほりほりほりほ。すぐ、四個二面、よいま。まあ、よ、せまい、二面よ、よ、シャオシャオだ、シャーフよ、ま。いやね。ああ、对。我用那个自己做的、用自己做的现金试试看，抓。小小一种的研究杠杆，小的鱼就好，那个为了学生用的小的鱼的标本做的材料，对，应该这个地方可以测的嘛？可以啊。OK。哎，おじちゃん、お、こっちの方が水きれいだな。おじちゃん、ここ仕掛けていいって言っていいって言ってるからさ、ここよしやってみるぞ。こんなん、どうやねん。回収不能なんじゃないのか。回収不能では困るな。あ、なんかいるわ。なんかいる。一応なんかはいるわ。いるんだ。さっきのところより幾分か、マシだよね。オッケー。あ、一応日の当たってるところ。これな。
おお、なんか、テラピア臭いが、まあ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 いいだろう。こっちよりも、そっち。そっち。こっち、ちょっと、こっち行った瞬間、水がさ、水が汚れてるが、魚影がある。うわぁ、テラピア。テラピア天国やな。仕掛け屋からするとあっちやろうな。仕掛け屋からするとこっちやね。はい、こっち。おお、对对对，自己做的，自己做的现金来用，我们的水沟里面。哎，这个好きにやれっぽいおじちゃん。はい、リン君のお父さん。はい、ああ、何やってんだよ、みたいな、そんな感じやね。はい、まあ、まあいいでしょう。で、ここやれんのかな？エビ養殖池のお茶、まあ、ここら辺でちょっと、高低差ありすぎっていう、高低差ありすぎ問題があるな。そのために、何のために棒を持ってきたんだって。で、ちょっと待って、棒持ってくる。棒な。あれ、これ取れてなかったとか、取れてなかったとかいうやつ。いかんな。そらいかんな。じゃ、ここに仕掛けました、ここね。ここに仕掛けたから。じゃ、遠くから見とく。直接降りられないから棒で仕掛ける。これ。はい。あの辺りに仕掛けてます。あの辺りに仕掛けてます。こっちから向いてみよう。さあ、こんなんでうまく、はい、あの辺りに仕掛けてます。はい、あの辺り、はい。こんなんでうまくいくんかな？まあ、ちょっと見てみましょう。はい。はい、勝ち。よし、じゃあまあ、一応ね、今日はこう、天気もよろしいということで、はい、まあ、もうこのちょっと日がね、暮れたね、日が陰ったね、これ夜までほっとくとね、よろしくないから。お、嘘の、水やってるわ。あそこに、あー、後で行ってみよう。明日あたり行ってみよう。あそこのところで、ウーコンワン、ムカデカゴを仕掛けてるおじちゃんがいたから、後であそこに行ってみよう。同じ魚が取れてる可能性がある。はい。じゃあ、私の仕掛けはどのようになっているでしょうかというのが、あれなんだけど、入ってないって可能性もあるよね。だけど、まあ、入ってなくても、要はこの辺で飼ってる謎に養殖されている魚たちが逃げ出してきて、そこに入ってるっていうことなのであれば、であればよ。ね、まあ、そしたらさ、まあ、そこのところのお兄さんのところで仕掛けられてる、あの、カゴの中身を調べれば、この図からして、中にいるというか、この、用水路の中にいる魚たちが何者であるかはわかると。あいつは、どうだ。めっちゃテラピアが泳ぎまくってんだよね、ここ。テラピア天国だよ。これね。一応この距離から、テラピア天国。テラピア天国、行けんのか？OK。あー、なんか無理っぽい。無理ゲーっぽい。無理ゲーっぽい。向こうから回れって、ね。
これいまいちだね、これなんかね。例のなんかニナみたいなやつはやたらいるけど、魚影なし。でもなんか気になるからな、後で。ただ単にこの仕掛けの問題かもしれないので、後ででかいムカデカゴを仕掛ける。ちょっとこれ取れてたね。もう一回ちょっと改めて縛っておこう。よし、見て、よし、とりあえずこんだけ縛っておくんだろうな。そのうちここがぶっちぎれてな、えらいことになるんじゃないかと思うけど、そういうことは起きないと信じておく。 OK、 よし。